コムからお届け、北九州人図鑑。皆さんこんにちは。始まりました北九州人図鑑。この番組は北九州で元気に活躍をされている北九州人の方をゲストにお迎えし、その方の活動の内容や元気の源、また北九州の魅力などについて語っていただきます対談番組です。進行役は私伊藤美香です。よろしくお願いします。そして今回第61回のゲストはこちらです。公益財団法人アジア成長研究所顧問の末吉浩一さんです。末吉です。遠慮がちによろしくお願いします。よろしくお願いします。もっと前にどうぞお願いします。ちょっと私の方が字が大きくて申し訳ないんですけれども、はいはい、こういう感じで、そして、この収録場所なんですけれども、本日お邪魔している場所は小倉北区大手町にありますアジア成長研究所からお送りいたします。今こちらにお邪魔しておりますが、末吉さん、場所でいうとどのあたりというと分かりやすいでしょうか。そうですね、一番アルモニー産区の前のビルです。はい、女性会館と私とまあ通常呼んでおりましたけど、ムーブの一角にございます。はい、こちらからお送りいたします。はい、そして末吉さんをお招きしましての北九州人図鑑トークテーマ3つご紹介いたします。こちらです。1つ目、大嵐の中で誕生。2つ目、無視を貫き20年。3つ目、人間末吉浩一となっております。では早速1つ目のテーマから入っていきたいと思います。大嵐の中で誕生ということなんですけれども、まずは末吉さんのご出身から教えてください。そう、ご出身といえば何だろうと思うんですが、はい、生まれた土地とすれば、はい、兵庫県の神戸の郊外の甲子園がある、はい、その町で生まれたと私は伺っております。はいね、これあのテーマ大嵐の中で誕生ということなんですが、お生まれになった時は大嵐だったんですか。そうですね、あの、はい、室戸台風っていう、うん、その時では史上最高の台風の時、9月20日から21日にかけて、はい、室戸というか四国の沖に上陸した大台風で、はい、鉄道はなんて言いますか、うん、途切れるとか、うん、そういう大災害、室戸台風という歴史に残る災害の時に、その月その日に生まれております。はい、じゃあこの浩一さんの浩というこの文字に、親父に言わせますとね、とにかく三馬さんも来てくれなかったんで、いかだを組んで三馬さんを迎えたと言っておりました。その時に生まれたもんですから、はい、いわゆる災害復旧復興、復興復興ということで、はい、高の高の字を取って高一とつけたというふうに親父は言っておりましたが、はい、まあ、あの日本で言えば室戸台風という ね、うん、そうですね、一番歴史に残った台風がありました。はい、そして、こちらお写真出てまいりましたけれども、どなたと一緒なんでしょうか。これ右が僕なんですよね。はい、一番ひあの左が兄貴です。5つ上の兄貴で、うん、はい、で僕がこれ幼稚園に行くか行かないかの前後の時、はい、これが大分の武田にほぼ20年住んでおりましたんで、この戦争中小学校3年か4年ぐらいの時だと思いますが、はい、さあそしてですね、高校卒業後に、うん、小倉で過ごされたという時期もあるわけですよね。あります、はいはい、この時は要は高校卒業までは大分の武田高校を出るまでは武田におりましたが、それからまあ小倉に来まして、ちょうど小倉に来てる時は浪人してましたんで、あの小倉の予備校もない時代でしたから、小倉高校のお世話になりました。そしてその後なんですが、東京大学に進学をされます。学生生活というのは非常にこうアルバイトにお忙しい、まあ、そんな生活だったんですよね。うん、好きでアルバイトやったわけじゃないんですけどね、はい、とにかく子どもの家庭教師、東京ではとにかく家庭教師は当然のように書く、うん、ありましたから、はい、その時にこの下の子は幼稚園、はい、あのこの女性は小学校2、3年でしたけど、はい、生徒さんですか、家庭教師の。そうです、はい、
大学時代に家庭教師教えるのがわりかしうまかったんで、はい、うん、たくさんの家庭教師を引き受けました、はい、あ、ね、さあそして卒業後なんですけれども建設庁に入られるわけですけれども、いろいろ大変なこともおありだったのではと思いますが、いかがですか。それはね、どの職業をつくかはまず公務員試験通らなきゃなりませんから、それは通ったものの、はいはい、じゃあどこに行こうかって言った時に、うんうん、私東京みたいなあんな大きな町の生活中はどうも自分に合わんなと思ったもんだから、できるだけ地方に行ける職業を選んだんです、うん、省庁でも地方に重点を置く省庁がありましたから、はい、その時に受けて最初に採用されたのが建設省でしたんで、はい、躊躇なくそちらの方に入りました、はい。そしてこれ皆さんと一緒にお写真を撮っているのがあるんですが、ああこれはいつの時ですか。これはね、はい、建設省に入って福九州に勤めておりましたら、当時、はい、ダムの問題が全国動かすような問題になりまして、はい、それで水曜省も行ってこいち言われましたんで、うん、はい、その保証担当の責任者で行きましたから、はい、そしてこう皆さんと一緒に写っていらっしゃいますけれども、この中にすごく貴重な出会いがあるわけですよね。西洋さんの口からご紹介いただけますか。それはね、はい、私の妻となる、はいはい、安岡美代子という人と最初の出会いの写真です、はい、互いにこの当時は分かりませんでした。僕が、ええ、東京からお見えになったお客さんを現地に説明をする機会があって、はい、その機会にダムの関係者の一人として、はい、当時はまだ女子職員がいませんでしたんで、うん、アルバイトで来てた人と最初の出会いが、はい、要はいわゆる職場結婚ですよね、はい、今で言えば、はい、さあそして昭和60年なんですけれども、27年間在籍しました建設省から国土庁局長に栄転をされます。でその後すぐなんですけれども、北九州市長選挙に出馬することになるわけですね。どういう流れだったんですか。いや流れということはなくて、うん、いわゆるまあ局長クラスになりますと、大体役所も年齢に関係なく大体もうみんな偉くなるわけじゃありませんからね。だからそれはそれで、はい、と思ってる時に市長にということに言われて、はい、私は全く政治になるつもりは全くありませんでしたけど、なんかあれよあれよというふうに、なんか未だに自分はどうしてあの時ああいうふうに言われたのかなと思って、はい、未だに夢を見ます、うん、ああそうですか、うん、それが昭和61年退職をされまして、ね、まだ、はい、北九州に戻ってこられるんですね、はいはい、51歳でしたよね、はい、だから僕は人は政治家に向いてると思ったかもしれませんが、僕としては全くそのつもりはない。この顔で選挙出るんですか、えらいこっちゃと思って、うん、はい、そして北九州ルネッサンスを掲げまして、北九州市長になられるわけです。では2つ目のテーマに入っていきたいと思います、はい、2つ目のテーマがこちらです。無視を貫き20年ということなんですが、5期20年間北九州市長を務めたわけなんですが、今振り返ってみるとこの20年というのはいかがでしたか。今20年って長いねと思うけど、うん、あっという間でしたね、僕自身としては、はい、うん、次から次にこう難題が、うん、これこの大きな仕事を進めば先が行くだろうと思うわけですね、うん、行ったらそれよりもっと大きいのが出てきたという感じでしたから、あ、だから20年というのはあっという間でしたよね、うん、まさか自分そんなに、はい、お役目、僕自身として長い時間勤めたのは、うん、市長以外ありませんもんね。あ、なるほど。で、西雄さんはルネッサンス構想に基づきまして大きな事業をいくつも展開されていかれたわけですけれども、うん、特にこう印象に残っているものというのはどういうのが上がってきますか。順番はありませんね、うん、次から要は先まで見通してルネッサンス計画というのは計画作る以上は長期計画作るんですよ、はい、ね、じゃあ20年間最初からそんな計画はできるかと、20年先想定できます、うん、せいぜい 2、3年ですよ、うん、でまあ、だから政治家というのは
市長というのは一期20年で、あ、一期 4年ですから、はい、4年先までは約束せないかんわけですよ、うん、こうしたい、あれをこれをこうやりますというのは、はい、4年以降の今度は逆に約束してもそれは皆さん信用しませんわな、うん、なるとやっぱり大きな流れのところを決めることと、うん、それからそれを実際にやあのなんていうか実現していく過程というのは、はい、これ分けなきゃいかんと思うけど、どうやって分けるかが一番きつかったですね。じゃあに、うん、今一般に5年先見通せるかというと、今もう5年は難しいかもしれませんね。5年先といえども、うん、はい、そうするとね、例えば一番典型はね、あの池田内閣ですよ、うん、所得倍増って言ったんです、はい、その次出てきたのは佐藤さんは社会開発、うん、その次田中さんは列島改造してた、はい、列島改造になりますと何となくイメージが湧きますよね、うん、今安倍さんはアベノミクスです、はい、じゃあアベノミクスの方針は何年間どうなりますかという方向を分かっても方針をどうやるか、方針が分かったうちにそれをどういう手段で約束したことを実現するかね、うん、そう簡単なことじゃないんですよ ね、 で勉強すらするほど分からなくなるんです正直ね、うん、しかしじゃあどういう方向にお前へ行くんだと言われた時にやっぱり示さないかんでしょ、うん、常にそういう、それから世界情勢もね、そうですね、そうか、うん、この世界情勢まで考えないかんでしょ、うん、そうなるとねやっぱり難しいんですよね、はあ、その連続でしたね。ですね、まあ、任期が4年といってもその4年だけで完結できるものではなくて、その死のもっと先まで見据えていろんなことを考えていくわけですよね。考えりゃね、当たるとは限らんのですよ、そうですよね、条件が未知数が多いから、うんうん、私はあの北九州しばらく離れてまして帰ってきて、うん、あ、こういうのができてるって思ったものの一つに学研都市ですよね、うんうん、それからあの北九州空港も以前と場所が変わりましたよね。そういうことをずっとこう見据えて考えていかれるわけですか、うん、それは考えてね、やりたいということと、はい、やれるということと、はい、やるべきであることはみんな違うでしょ、うん、そういうのは混然としている中にこう順序つけてやらないかんですから、はい、うん、それは勉強すらするほどね、はい、なんていうか気が重くなりますよ。そうですか。そして、まあ、20年って本当に長くも短くもあるかもしれないんですが、この20年間ご家族の支えというのは非常に大きかったのではと思いますが、いかがですか。やってみれば分かりますけどね、大変ですよ、うん、みんなね、はい、あなたあの頑張れっていう人よりも、はい、父ちゃんこのもうそろそろやめたらどうだとかね、あ、うん、特に家族が大変です、うんうん、こんなことやってて、はい、やってる子供がね喜んでやってる子はおりません、はい、どんどん親から離れていって、はい、うん、今日本に子供3人のうちに1人は日本に住んでおりませんもんね。そうですか、でも本当にこうずっと支え続けてくださったわけですよね。まあ支えていただいたと言わないかんかもしれんけど、うん、はい、うん、まあある政治家がね、うん、お前奥さんに相談選挙に出るかどうか奥さんにあの相談しちゃダメだぞと、はい、女房で奥さんが賛成するのは誰もおりませんと言われたことがありますよ。お前一人で決心しなさいって言われたこと。実際は相談はされたんですか。いや、まあする間がないうちにかな、はい、おい、うん、まあとにかく、はい、親は、うん、母親は、うん、まあどうやいいのかな、やる以上ちゃんとやれちゅうタイプの人でしたからね、うん、はい、一番嫌がったのは子供のうち娘ね、お父さんに目元が似てるとかね、はい、口元が似てるって言われたらね、しょげて帰ってきよったよ。あ、うん、誰もが知ってるお父さんになってしまうわけですからね、うん、それよりもね、うん、一番娘のうちの一人は、はい、目元お父さんそっくりねとか言われるのが一番嫌がってた。それが嫌だったね。良ければいいですよ。なるほどですね、うん、まあ、そんな20年ということで、ではですね、いよいよ最後のテーマになりますけれども、うん、こちらのテーマに入りたいと思います。3つ目は人間末吉浩一です。市長を退任後なんですけれども、公益財団法人国際アジア研究センターの理事長に就任されます。平成26年に今のアジア成長研究所に名称が変わりました。で、こちらでは
どんな活動をされるんでしょうか、されているんでしょう。最初はですね、最初の発端は外国の大学を日本で呼んでこようということから選挙公約に掲げたんですよ。でその時にどこの大学をアジア研究を中心としてアメリカの大学といった時に、まあいろんな事情がありまして好意的な事情がありまして、ペンシルベニア大学と一緒に組んで、あの外国の研究する外国経済の研究をする研究所を作ろうということで出発しました。アジア研究においては日本で一番経済に向いては評価されている機関ではないかと思ってますが、皆さん一生懸命やっておられます。そして今年の9月で30周年ということで、30年になりますね。はい、私も80になりましたからね、はい、あのところは50歳ぐらいの時だったのかなと思う。この30年はいかがでしたか。それはね、着実に従事して日本の中のアジア研究の中では有数なところに入ってるんじゃないでしょうか。これ何で評価するかというと、大体採用された論文集の数で大体世界中は評価されていると伺ってますけど、私どものように政治家からこちらの方に入ったものにとりましては、毎日がこう何て言いますかね、刺激的な日にちを送っています。なるほどですね。多少ボケないで済んでるのもこれかもしれませんと思って、人には迷惑かけてるかもしれません。いや、あの政府さん、いろんなこう楽しい言葉もおっしゃるんですが、その中にでですね、あの皆さん忘れられない言葉があって、あの講演などでも非常にあの人気があるということですね今の手元にお借りしているものがあるんですが、5、6、はい、たくさんこの中に収められてまして、私もあの拝見させていただいたんですが、今あのお話伺ってきたように、いろんな思いを短い言葉でもっとこう言い表しているのがあるんですね。非常にこうなんかすごく皆さんに受けがいいですね。これは僕や、いわゆる役人官僚やってる時の反省から出てるんですよね。あ、とにかく、お顔もとても横に、一切のタブーにとらわれず正義に踏み込めとかね、法令がない、予算がない、前例がないで考えることや行動をやめるな、三内主義はねから脱却しなさいと、人間はその気になれば男を女に変える以外は何でもできる、いろいろ書かれてるわけですけど、私気になるのは、なんか頑張りますって私たち仕事でもプライベートでも言いますけど、それなんかあんまり信じてらっしゃらない、どっかねありましたね、頑張りますは信じない。それどうしてですか。なんでしょうね、よく頑張ります言ったら、およし頑張れって言うでしょ、はい、何をどう頑張るのかね、成果はどうするのか、どういう方向でやるのかという、まあいわゆる公務員はね、一般的に断るのは上手なんですよ、ね、はい、あ、それ法律がありません、そうですね、あ、先生、いい案だけど予算がありません、予算ありません、それから前例がない、ないです、この3つや大体断られるんですよね。上手な人いるでしょ、だからそれじゃダメと落ち込んだね、北九州の場合は、前例がない、法令がない、予算がないで考えることをやめるな、躊躇するなっつってやったのが、市長就任した第一声でありました。なるほど、やっぱり職員1万人いましたからね、今少し減ってますけど、1万人の人に対してどうやって自分の意思を訴えるかというのはそう簡単なことじゃないですよね、だからいつもなんていうかな、自分の言ったことに躊躇すると同時に、ああこれは言い過ぎたかなというのもあるし、そもそもあんまり口のいい方じゃないですからね相手足元という時もたくさんありましたけど、まあよく皆さんが協力してくれたことだけは感謝してますね、ということで本日お話を伺ってまいりました。本日のゲストは公益財団法人アジア成長研究所顧問の末吉浩一さんでした。末さん、本日はありがとうございました。ご迷惑かけます。